弱点燃えさせれ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。バイコーンが死ななきゃいいんだよね。最後の一体のバイコーンが死ななきゃいいだけだよね。大丈夫だよね。そうだね。よし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 。よかったよかった。よかったよかった。気使うなって、お前。なんで気使ってんだよ。よし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 。私がとどめ刺したのかな。よしよしよし。あ、怖い怖い怖い。何バイコーン、バイコーン怖え。何？なんか大きな穴っつうか、なんか普通に切り抜いたみたいな穴になってるよ。第二層か。だいぶ深いぞこの穴。飛び抜きゃいけないの？あ、アクターの力が弱いんだけど。へえ。といってもなんかすごい穴が。行くで。さすがしばすく。俺たちも行こうぜ。第二層か、こっから長くなりそうだね。高いところに、え、高所恐怖症ですかい？一緒に降りろっていうやつかい？拉致が開かない。腕にしがみついててくれ。第二層か。ふまみみが小じみかみたいに震えとるわ、草。おー、いいね。じゃあ、あとは、この第二層だね。行くか。どれだけ集まってこようと無駄や。スライム。おや、スライムさん、こんな頃に出会うとは奇遇ですね。スライム闇属性弱点。ちょっと待って、ごめん、ごめんね。なんか別のゲームの話になっちゃった。俺、今別のゲームのね、こと考えてたわ。スライム闇属性弱点か。あのゲームと一緒だぜ。お！来たねー。ちょっと待ってね。とりあえず、ポチッとな。はい。雑魚戦はうまいこと、パッパと乗り切り。いつの間にか皆さんレベル10になりました。これ全部飛ばしてたら確かにレベル上がんねえからな。できる限りで稼いでいきたいよね。まだ将来はしてないけど。とりあえずこれで、行くか。そんなに稼ぐ必要はないと思うんだよ。この将来って多分どうせさ、そんな必要じゃないんだよ多分。さすがに道中を全部やってれば、レベル的にはいい感じになるって感じだと思うんですよ。なんで、まあ、こっからね、何が出てくるかですね。セルフはまだ出てくるのか？中ボスもう一体出てくるってこと？行きますかい。行きましょう。参りましょう。諦めのせず、ここまで来たかん。無謀と勇気、8記事があったなんかね、君たち。来た。セルフだね。そんな呼び方しないでよ、神谷くん。私にだって名前があるんだよ。夏木っていう可愛い名前がさ。夏木？やっぱお前。元はあいつの親族みたいなもんなのか。さあね、教えてやる気には実際ないよ。あのクソアンナが今までお前に過去の女、過去の話をしてやったことがあるか。セリフは、アジの願いを尊重します。私も絶対に教えません。いちいち腹立つのかご言うんですがな、ここで回した方がいいんちゃう。こういうとこセリフ出せばどうなっちゃうんかな。礼がないからわからんって言っても多分無理でしょ。無駄な懸念ってやつだよ。またなんか来んでしょ。またなんか来るでしょ。なにぃ。なんだ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 触手みてぇなんでできた。バースサース中和水体目うぬる暴力紫の触手を。え、正体？いや違うでしょ。夏木、夏木が氷になってんの。それはえげつないって。かっこ激甘そう。え、まんべんなく一撃にとどめさせ。マジか。直感だ。オッケーオッケーオッケー。そういう難しいタイプか。ジェミニ的なやつやん。ジェミニ的なやつ。わかんないって。650だから、うまいこと削っていって、3体の攻撃をうまいことしのぐしかないってことか。結構大変だね。どうなんだろう。聞いたり聞かなかったりするやついるから、うまいこと行動回数を稼ぎたいね。一気に削ると。オプスも効く。あ、弱点も効くやつがいるみたいなんだ。どうなんだろう。これは魅了 75% か。割りかしありではあるのか。魅了怖いけど、俺魅了ちょっとトラウマだけど、やってみる一回。オッケー、これでかい。コニとは
あー弱点のやつもいる。横一文字は効くんだね。オッケーオッケーオッケー。とりあえず3回行動されるっていうことは可能性は高い。一旦でうまいことをとどめを刺せるようにしちゃうキャラなんかってことがある。聖剣は電光石火、電光石火、敵全体か。あ、みんな一緒なんだね。オッケー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 。いやー、これは頭使いますよ、ちょっと。よし、オッケー。いい感じ。電光石火、いいえ！あれ？一体だけ？攻撃してきたの。あれ？なんか緩かったね、一旦目は。まだなんかあるか、でも。電光石火って、お前その見た目で電光石火はできないと思うけどな。うまいこと止めさせなあかんな。ちょっと怖いのがさ、こいつ魅了のせいでさ、えらいことになりそうなんだけど。魅了のせいであらぬことになりそうな気がするけどな。だから魅了のやつもこうしてからあかんな、うまいこと。弱点とは言っても、まあ、まだいいか。で、して、C を削らんとそろそろやばいね。C 削りましょう。を削りに行きたいところ。とりあえず C を削る感じにして、残りこいつらをうまいこと倒していくか。電光石火だけ、電光石火だけならかなり緩いね、さすがに。まだ563あるから一旦耐えないとダメかもしんない。頭使うね。大丈夫大丈夫大丈夫。オプスして、横一文字して、次のターンで決めよう。電光石火よだけ。あ、緩いね緩いね。なんかこのターンに仕留めたい。このターンに仕留めます。このターンに仕留めるぞ。で、横一文字してセヌオッケー、素晴らしい、終わった、これは終わり。はい、では終やった結果がこれってわけや。ゆるかった。いろいろされる前に仕留めたからね。よかったよかった。何やったんやあれは。井戸、はい、何だったんだろう。複数カッコ激化してたらどうなってたんだろう。え、それだけやったんだ。うわーよかった。お、すぐだね。あは、私をぶっ倒せちゃったのが、アクタの伊達じゃないってわけね。あれ、一応夏希だったの？一応夏希ではあったんだ。悠長なものな、セリフとして仕事はどうした？仕事？はは、主の気分良くするやつね。ああ、そうそう、別のとこだったら裸になってるから。裸の付き合いになってたから。心配する必要ありませんよ、幽霊さん。今、あの女は絶賛気持ちよくなってる最中です。気持ちよくやって、そんな娯楽どうでもいい。はるちゃんを返して。出しても、セルフは夢を見せるだけだって。夢を見合って満足させたらそのまま食べるだけなんだって。あの食事食べられんのか。あー、そう。はるかちゃん経験者なんだね。それで、セルフを作った自分を裏切ってアクターに覚醒しちゃったってわけだ。自分勝手にやって言ってる。そんなんわかってるよ。どうせ神愛理くんあたりが助けてくれたんだろうけどさ。はるかちゃんが目を覚ましたんでさ。助けてほしいなんて少しも思ったのかな。そう、それはあの女だって同じことなんです。助けてほしいなんて思っちゃいない。お前ら正義ありがた迷惑ってわけ。片目だけなんかちょっと遅くて、片目だけ見開いてる。これが最後の時が諦めとっとケツ向けて帰んな。あのクソ女七尾はるかはな、お前らに期待しちゃいないのよ。なるほどね。そう、それが答えってわけね。一回、ああ、また来た。おい。結局、奥に行かなきゃならないでしょ。まあ、一度撤退されたみたいな感じでしょ。助けられとうない言うてたから。わしら間違ってしとるんか。そんなことない。そんなことないはずだよ。私とに助け合って本当によかったって思ってるもの。そうだね。先行って本人に聞くのが一番なんだよ。助ければ救われる。まあそうやね。神隠しってそういうもんやからね。たぶん神隠しあった人が全員ね、救ってほしいと思ったこと知らんけどね。まあ本人に聞くのが一番ですよ。
さあ、100番になりましたが、100番になりました。この毛はセフィロトの結晶がマルゴの波動だ。いよいよ来るか。ようやくたどり着いた。ここまで来たらやることは一つや。全力でセルフをぶっ飛ばす。そうや。せや。夏木さんの対象ももちろんそうなんだけど、はるちゃんの意識を変えないとダメかも。確かに。そうだね。そうしないと、はるかはそうだもんね。セルフの力は捉えの思いの強さそのまま比例する。不利なのは確か。つまり、こんなアニマが離れて本心から思わせなあかんちゅうわけか。説得が必要っちゅうわけやな。まあそうやね。お、辰巳くん、大丈夫？あいつと一緒に過ごした時間は俺の方が親友の前より長いんだぜ。確かにクラスメート。安心しろ、絶対に成功させてやっからよ。辰巳くん頑張れ。はい、じゃあセーブしてちゃんと整えてから行きますね。採用だ。よし、来るかな。いよいよ来るか。来た。ちょっと置いてある、なんかちょっとポイって置いてある。トラリはいいはずだ。なにを助けに来たね。変性はるちゃん、やれやれ、あれほれ忠告しやったっつうのに、ことごとく無視しちゃったわけか。よきどりもここに来る滑稽ですよな。こいつだよな。夏木は一体何者なんだろうね。女優ぶっ飛ぶか悪いんやけど、そろそろ年貢の納めくんや、お前。冗談のセンスだけはいいよな、君。その少しでもツムの成長に回してればよかったんじゃないかね。って、こんな話がしゃべってねえよ。工場飲めんな、道下の分際で。あいつはどこだ。おお、それそれ。愛しの大清水の素材の話をね、大事だの。真上だよ。上を見上げてごらん。上を見上げてごらんって、なんか、見上げてごらん夜の星をみたいになってるよ、今。何？上？あら、やだ、センシティブ。ねえ、センシティブなんやめて。なんでセンシティブなコンテンツがちょこちょこ出てくるんですかね。おい、起きろ、変態。いや、すいません。センシティブなコンテンツやめてください。え、これ、オッケーなの？なんかどっちかってちょっとガタイ、なんかさ、奈良さんちょっと一ついい？なんかガタイちょっといいね。なんかちょっとガタイいいんだね、意外と。いやー、見ないで、見ないでじゃねえんだよ。何がどうなってそうなったの。興奮する同居者の裸だよ。選手なら先週何で言われてた、奈良さんの裸です。なんと、ただの変態だったです。食事ぶりに気をつけるスケベ運ね。野蛮だね、変態だ。あいつから元のかけ離れた言葉だ。ちょっと一緒にいただけのお前何が分かるっつうのさ。いやいや、はるちゃんマジマジでこの変態。いや、すまん、つい。ひろきにはぴったりの言葉だな。おお、さあとおしゃべりはここまでだ。ああ、やっぱり来るか。あいつの前で殺しはしないけどさ、外には出て行ってもらおうか。まさかのボイス好きだったの。職種もいんのか。井戸どもに殺されない保証は一切しねえけどな。うわー、いいね。でもこいつとやんのか。セリフなつき1600。どうなんだ、職種たちは各国撃破した方がいいのか、まとめて倒した方がいいのか、どっちだろうね。わかんない、どっちかわからない。でも各国撃破しても復活とかありそうなんだよな。なんか某右手さんみたいにザオリク捉える可能性があるからさ、某右手さん。どうする、発生者。あ、やべ、魅了がある、こいつにも魅了がありやがる。ファスニシニアがある、こいつにも。逆にショウがファスシニア覚えるってなんか結構悲しいな、なんか。ファスシニアこいつ使うってことだ。やべえな、これ。ちょっと待って、今までの中ボスは格が違うぞ。でも弱い体勢は雷とかが、ここで雷とか持ってねよかったのか。まさかの雪に弱いのかよ、こいつ。なんか一つだけなんか、効く状態上があるな。混乱か、これ。レベル35。いや、やるしかないね。どうしたらいいかな。あ、点灯か、効くのは。点灯が効くのか、単純に。向こう！くそー。これは弱点や、でも。やる価値はある。やる価値はある。
麻痺不要、無効、弱点。弱点やったら止めた方がいいかもしんない。フラマ、フラマはこいつらが。オッケー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 。ターンオーバーを使う場所はあるかもしんないな。でも一応わかんねえ、これわかんねえな、マジでわかんねえ。どう動くかが全くわからない。でもこいつを倒さんとあかんけ、攻撃はしていきたいよねって話やんね。でも2体止めてあるじゃん、向こう。その分向こうの行動回数は減ってるはずなんだよ、絶対。だから、夏希と触手触手の攻撃でしょ？だから、それを今、うまいこと止めてるはずなんだよね。それはでかいと思うんだよ。だから、この相手の一旦怖い、正直。よし、行こう！来い！鍵打ち！おーおー、味方打ちで争ったりなんかいろいろしとったな。てか、お前、ボイスあんのかよ。さっき思ったけどさ、そこだよって、お前、敵でもボイスあるっていう珍しいタイプかよ。敵にもボイスあんのか。でもこの魅了と麻痺効いてんね、だいぶこっち被害少なかった。だからこの2体はそのまま放置でもいいかもしれないね、もしかしたら。復活する可能性を考えたら、こいつら放置して、夏希を攻撃するっていう手はありかも。それか、一旦仕留めるように しとくか。でもな、一旦締めようとさっきみたいな牛みたいな、さっきのなんか牛みたいなやつがさ、やってくる可能性が、やめて。とりあえずセルフナスケを攻撃しないと、ダメだ。でも行動ターン数を稼ぐとしてはあり。だね。行動回数を稼ぐためにこいつらを狙うのはありか。よし。やるか。弱点ついて、できるだけターン数をこっちで、増やしていきたいよね。でもセルフナツキにも攻撃しておかんとあかん。そろそろセルフナツキにも攻撃したい。フラマして、こうして、でもう一回これ合気2回できた。味方打ちにしていく。電光石火、待ってね。もうだいぶこの職種たちはもう使ったから、使い切ったから、使い切った。職者で使い切ったから、もう、夏希に攻撃できるようにしとこう。回復は、ショーだけでいいかな。シャイクスは効かない。ナトス。ファッシニアを使う必要性があまり感じられない。今回に至ってはシャイクスはほとんど使わないんだけどな。よし、行くか、そろそろ、攻めますか。そのうち、もう攻めやんと。こいつらは残していいのかどうかわかんないけど、敵の行動アイコンを使わせるっていう点では残しておく価値がある。雑魚なのに残しておく価値があるって珍しいな。今までのさ、ゲームではさ、雑魚はとりあえず処理って感じだったけど、その雑魚を残しておく価値があるっての面白いな。よし、消そう。辰巳流合気は2回してある。行くか。 99% 行くぜ。いてじゃ済ませへんでー、おい。攻めよう。オッケーオッケー。味方打ちすんのオッケー。電光石火、オッケーオッケーオッケー。味方打ちすんのすごいあり。それめっちゃあり。味方打ちで遊ぶのがめちゃくちゃありがたいから今。味方打ちでさ、セルフナツキを攻撃すんのはありやんけど、できればね、セルフナツキを味方が攻撃して倒すのだけはやめてほしい。怖いよー。横一文字、セルフナツキ、攻めよう。攻めていこう。本意補正強化。やばいなお前ら、やばいなお前ら。なんかめっちゃバフ積んできてんじゃん。気づいたらバフを解除する手段はない。だからどん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 強くなってきてんなお前ら。なんだったら一人なんか状態上なくなってんじゃねえかよ。魅了がなくなってる。ファスシニアして、麻痺、いや、いいね、攻めよう。まだダメージは通る。オッケー、いい声してんね。いい声だね。よし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 、いいよ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 。いやーもう職種たちが味方打ちでどかどか争ってるせいで死にそうなんだけど。
次とりあえず回復挟んで、そうだね、回復挟んで普通に攻撃していこうか。よし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 。キュアステップして攻めて、いい声せんじゃねえか。あれどんどん声、あのどんどんさ、あの声があの変わっていくんだね。どんどんあのダメージの声が変わっていくんだね。電光石火めっちゃしてきたね。てかセリフなつきこのターン倒せんじゃねえか。262、このターンに叩き込めば倒せるかもしれん。叩き込んじゃうか、いっそ。いける。よし、とりあえず倒した。よしやるじゃんって。まさか第二形態大丈夫か。やったか。やってない